政治が間抜けだったら本当に壊れるんですね。国も人も。30年間この国の社会を壊してきた、経済を壊してきたのは、その先般は国なんですよ。政府なんですよ。ほとんど何もしないに等しいようなことやってたら、この後バンバン潰れていきますよ。若い時には俺貯金なんてなかったよって言われる先輩方でいらっしゃるんですけど、状況違うんですよ。バブルもないし、高度経済成長もないんです。右肩上がりの社会じゃないんです。 もう崖っぷちしか見えてない社会なんです。少子化っていうのはあんまり問題じゃないんだと思われてる方どれぐらいいらっしゃいますかまあ多くの方々はやっぱり少子化って問題だよねっていうふうに捉えてらっしゃる。それはもう私もそうです。ほんで国会もどうやらそのようなんですね。でも少子化が問題だって言いながら、その少子化を打破していくようなことってほとんど前に出てこないんですよ。 口ばっかりなんです。異次元の少子化対策つって中身見たらしょぼすぎるっていうか、それじゃ無理だよねって、いや少子化加速しますよっていうようなことだらけなんです。この少子化っていうのいつ頃から少子化になるよって言われてたかってことなんですけど、1970年昭和45年、大阪万博の頃ですね、こういうものが載ってるんですね。まあやばいよってこのまま言ったらってことが警鐘を鳴らされてたのが1970年。で今何年 ?2023 年で異次元のとか言ってんの で、その数年前、2017年には、少子化が問題だ。国難だ。だからこれを突破するために、衆議院解散だっつってんです。もう意味不明ですよね。2017年に、少子化が問題だって言って解散しておきながら、そこから具体的な手も打たずに、ここまで来てるって、ちょっとおかしすぎませんつまり何かしたら、掛け声だけ、やる気はないって話なんです。 今の日本の少子化対策っていうのは、すでにお子さんがいらっしゃる家庭に対して、もう一人どうでしょうかっていうようなアナウンスなんですよ。本気になってない。賃金下がりっぱなしなんだって。一方で物価上がりっぱなしなんだって。30年賃金下がりっぱなしの国で、負担ばっかり増えてるんです。第二の税も上がりっぱなし。ただでさえ苦しい生活の中で子供を産むっつったら、もっと苦しくなること確定なんですよ。って考えたら何が必要かっつったら、 子供一人大人になっていくまでいくらぐらいかかるのって考えたら、その多くをできる限り国がお助けしますっていう状態にならなきゃ増えないですよ。それだけじゃなくて、一人生きるだけでも精一杯ですっていう若手。この人たちに対して、家族持てるかもしんねえなっていうような状況にしていくしか方法ないんですよ。そんなことなされてるなされてないんですね。逆に言ったら、教育、大学大学院行くのに、これ自分で借金しろって言って生かしてるんですね。 大学生の二人に一人奨学金。で、利息まで取る。大学出るまでに数百万円、大学院出るまでに一千万円ぐらいの借金背負って、そのまま社会に出て、初任給低くて、一人暮らししてって、お金余りませんよ。返済も難しいわ。一人生きるだけで精一杯って人たちが、若手から中年まで大勢いるのがこの国なんですよ。じゃあ、少子化を改善していくために何したらいいかって言ったら、まず教育に負担をかけないこと。 教育費無償か。大学院まで教育費無償。これ5兆円でできるんですよ、あと。やればいいのに。だって放置し続けたんでしょこの国家戦略なんてないままここまで来たんですよ。目の前の金、自分の身分、そこだけ担保されてればいいっていう政治がずっとバッコしたから。自分が票をもらってる大きな企業だったり、お得意さん、宗教団体には何かしらプラスになるようなことをし続ける。無茶苦茶な政治を30年続けた結果どうなったかって言ったら、 先進国の中で30年間成長せず賃金下がりっぱなしの国になっちゃったってことですね。他にもやらなきゃいけないこといっぱいあるんですよ。例えばですけど、未来への投資という意味で、もちろんその教育っていう部分もあるんですけど、まず日本の状況どうですかってことを見たときに、左側が1997年、右側が2020年なんですね。これ、賃金がどうなってるかってことで、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリア。これ、軒並み賃金上がり続けてるんです。この数十年の間。 もちろん韓国もですよ、お隣の。日本だけ右肩下がりなんです。ひどくないですか所得の中央値、25年間不景気っていう状況で、所得の真ん中の値が131万円も下がっちゃってるんですよ。むちゃくちゃでしょ、こんなの。軒並み先進国上がってんのに、日本こんな状態なんです。日本終わったって思われた方いらっしゃるかもしれないけど、これは政治で変えられますから。当然のことですね。この原因何なんですかって考えたときに、 少なくとも、こういうことも影響してるんだってことが分かるのがこちらのグラフなんですよ。二つの線グラフがありますよね。青い線。右肩上がりになってますね。右肩上がりになってる青い線は何かって言ったら、1990年から2020年までの間の非正規雇用の割合が増えてってる様子なんです。すぐ首にできるよって。賃金安いよ不安定だよっていう、ある意味で資本家にとってはすっごい使い勝手のいい人たち。 どれをどんどん増やしていけっていうことで、どんどん増えていったんです。でも、これが増えれば、一方で減っていってる様子が見られるものがある。それ何かって言ったら、実質賃金なんです。オレンジ。1990年から2020年の間、ずっと下がり続けてる。そりゃそうですよね。不安定で低賃金っていう仕事はどんどん増えてって、なかなか正規になれませんっていうような状況の中、全体的な賃金下がっていく。どうして下がっていくかって言ったら、もらえる賃金少ないのに、 賃金上回る買い物なんてできませんよね。つまり何かっ言ったら一人一人のものを買う力、購買力が弱っていってるってこと。購買力が弱っていく。使えるお金が減るということは、社会に回るお金も減るんですよ。あなたが物を買えば、そのお金は誰かの給料になるんです。あなたの消費は、回り回って誰かの所得になるという循環で社会にお金が回っていくのに。誰かの所得が減れば、 当然それで消費を抑えたり、消費できなかったりっていう悪循環。それ30年続けたらこんな状態になるわってことなんですよ。で、儲けられなくなった事業者だったりとか企業どうするかって言ったら、もっと物を売れる、もっと需要のある国に行こうってことになる。もっと若い国みたいな。で、国内から製造業が海外に出ていったり、国内製造業が空洞化していくっていう状況で、手に職っていうもので、 仕事をしてきた人たちが、それを生かすっていうような場所も減ってき、代わりにサービス業とかと入れ替わっていくみたいな状況。30年の間ずっと続いてきたっていう。政治が間抜けだったら本当に壊れるんですね。国も人も。そういうことです。賃金みんな下がり続けてんだ。働き方を壊されてるんだ。取られてる税金も増えていくんだ。例えば消費税とか。 様々な不条理が皆さんのもとに押し寄せてんだけれども、社会保険料第2の税っていうのも、ざっくり見てみるだけでもかなり増やされてんだねってことです。1989年から2019年までの間、社会保険料率で見ると1.7%上がってる。厚生年金だけで見ても5.9%増え。 税、社会、保険料の負担合計だけで増額で3.3万円。様々なものを全体的に見てみると、負担の増加率って36.3%ぐらい増えてるってことです。皆さんの中で36.3%以上給料が上がってるって人もいるでしょう。でも逆に上がってる人少ないんじゃないですか。授業料、先ほどの話じゃないですけれども、教育下段やったら借金しろ、利息払えっていう金融商品にされてしまってるっていう話。授業料で見てみると、 昭和50年が左、右側が平成29年。見てみると、上は私立、下は国立、両方とも上がっちゃってるんですね。見てみると、1975年、国立大学。私が1歳の時には、授業料3.6万円やったんですね。それが89年には33万、34万ですね、すでに。そういう状況になり、この期間だけでも、19.6万円授業料増えてる。 私立大学で見れば75年には18.2万、89年には57万。私立大学だけでも29.8万円増えてると。こんなことやっちゃったら世の中無茶苦茶になるよっていうことをこれからお見せします。例えばですけど、これコロナ関係ないんですね。時期的に。物価高関係ないんですよ。2019年のデータです。国民生活基礎調査で生活が苦しいと感じている世帯の割合は全世帯のうちの54.4%。 ボス世帯は86.7%。2019年だからコロナ関係ない。輸入物価の高騰も関係ない。そういったものが来る前からもう壊れてるんですよ、この国。こっから景気良くするために一体何ができるって話なんです。これもう簡単なんですよ。もうこれ処方箋一個しかないんですよ。何ができますかって言った時に、徹底的に財政出動、国が金出すってことを今やらなきゃダメなんです。 30年間この国の社会を壊してきた、経済を壊してきたのは、その先般は国なんですよ。政府なんですよ。そこに加えてコロナがやってきて、そこに加えて物価高騰まで合わさってる時に、ほとんど何もしないに等しいようなことやってたら、この後バンバン潰れていきますよ。絶対止めなきゃいけない。どういう状況かっていうのをもう簡単に言いますね。こちら GDP、国内総生産、聞いたことありますよね。 国内での儲けです。それが GDP。みんなの儲けを足したもの。それが GDP ってことです。じゃあみんなの儲けを足したものはどうやって作られますかって言ったらこれなんですよ。個人消費。あなたが使ってくれるお金。そして民間の投資。設備投資とか。で、政府支出。政府が出す金。そして輸出から輸入を引いた純輸出。で、 一番関係が深いのはこの三つです。例えばですよ。景気悪いですね。ってなった場合に、個人はどのような行動をとりますか景気悪いな。賃金減ってるな。景気よく飲みに行くかみたいな話、なかなかならないですね。要は、景気が悪い時には、個人消費は落ち込むんですよ。社会にお金回らなくなる。物が売れない。景気が悪いっていう時に、民間の投資って起こりますかそんな陽気な経営者いないでしょ 物が売れないときに、こっからさらに投資をしていってっていう人もいるかもしれないけど、ほんの一握り。つまり個人消費が冷え込めば、民間投資も冷え込むんですよ。これが今数十年の日本の状態です。そこに加えて政府。政府までもが禁縮。要は出す金をけちる。全体的に底上げして、経済を良くしようという方向ではなくて、自分のお仲間にしか金回さない。逆に言ったらみんなには増税。 そういうことを繰り返したらどうなるかって。個人金出さない。民間も金出さない。政府もみんなには金出さない。特定の人たちだけってことになっちゃったら、より景気悪くなるんですよ。その繰り返しがこの国の30年なんですよ。じゃあどうすればいいですかって。個人が金を出せません。民間も金を出しませんって言ったら、金を出せる主体は政府のみなんです。不況を個人で何とかできると思ってる人います 不況を民間企業で何とかできると思っている人います無理ですよ。もちろん才能がある人がいて、その時代にあった商品を発売とかしてね、それが人気になってとかっていうことはあるかもしれないけど、一般的に不況であったりとか、個人や民間の力で何とかできるもんじゃない。社会にお金が回ってない時には、政府ががっつり支出をするんだってことですよ。社会にお金が回っていないものに対して、お金を投下していく。足りていないところに出していく。 子供を育てていくってことに対して大きな負担がないという安心感があれば当然じゃあもう一人って考える方々もいるだろうしそれだけじゃなく減税をするとかこの悪い物価高が収まるまでの間は給付金を出すとか社会保険料を減免するとか他にもゼロゼロ融資みたいなものありますよねコロナの中で行き詰まった企業に出してお金貸しますと 最初の数年間は、元本返済いらない。で、利息も払わないでいい、その間は。っていうことなんだけど、社会が今なんとなく持ち直してる雰囲気の中で、これ、今支払い始まっちゃってるんですよね。ってことは何かつったら、収益そこまで取り戻せてないのに、支払いだけあるんかっていう話になったら、もうこれ潰れちゃうんですよ。つまり何かつったら、皆さんに対して極力、国に対して払わなきゃいけない、え、行政に対して払わなきゃいけないっていうお金は、今、絞る方がいいんですよ。 みんなの資質。もちろん物買ってもらう方に回してもらった方がいいんですね。政府に対して、行政に対して何かしらけ収めなきゃいけないっていうもので首がしまってんだったらそれ取っちゃダメなんですよ。今そういう状況なんですよ。30年の不況にコロナ、そして物価高。そこに関して景気対策しっかりやっていくっていう状況で、社会全体が景気良くなっていくっていう状態にならなきゃ、これ少子化なんて加速するしかないじゃないですか。これ少子化だけの問題じゃなくて、 ここから先の未来考えてみて。日本銀行の調べで、一人暮らしの人たち、どれぐらいの人たちが貯金ないですかっていうことを調べる調査があるんですけど、これ2020年版です。日本銀行、貯蓄ゼロ世帯の割合。20歳代43.2%が貯金ない。30歳代31.1。40歳代は35.5%で、50歳代は41%。で、若い時には俺貯金なんてなかったよって言われる先輩方でいらっしゃるんですけど、状況違うんですよ。 バブルもないし、高度経済成長もないんです。右肩上がりの社会じゃないんです。もう崖っぷちしか見えてない社会なんです。そこにおいて貯蓄ゼロという状態が、ここまで続くとなると、この先に何が待ってるか。国が大胆な政府支出、金を出すということで社会を好景気にし、一人一人が自分の生活、人間の尊厳を守れるような生活を送りながら、 時には蓄財もできるような状況にまで押し上げていかなきゃ何が起こるかって言ったら、当然道端で人死ぬような将来来ますよ。だって高齢者になるのすぐですよ。段階の世代から生まれた私たちのような、ロストジェネレーションとて言われる人たち。大学出て就職するって言った時からも仕事がなくて、いきなり非正規。アルバイトっていうとこからスタートしてる人たちいっぱいいるんですよ。もうその、ロストジェネレーションと言われるような35歳から50歳ぐらいまでの人たちかな。 ある意味でここはもう上の世代は親の介護にも入ってるんですよ。こういう状況の中でこのまま推移していっちゃったら、おそらく地獄みたいな将来しか来ないんですよ。国は面倒見るかって言ったら面倒見ないもん。だって今でさえ、ほんの4年前ぐらいに皆さんにインフォメーションされたでしょ金融庁とかから。えっと、老後には2000万ぐらいいるからお前ら用意しとけよってなんかインフォメーションなかったですか問題になりましたよね。それモテるあの人たち。無理ですよ。 経済政策の失敗、様々な失策の積み重ねによって、人生を奪われてきた世代なんですね。ある意味で。そこに対して国が今本気で手当てをしていく。そこの世代だけじゃない。全体的に手当てしていく。この国の貧困って非常にもう世代横断的に広い話ですから。子供の7人に1人が貧困っていうにとどまらず、子供が貧困だったら大人も貧困。そういう状況が広がっている国の中で、今やるべきこと何かって言ったら、一つしかない。 一次元の少子化対策って言いながら、お前ら、社会で支え合えっていう命令ですからね、あれ。具体的に少子化が是正される内容じゃなくて、えっ、ー、と、これまでなかったチャレンジですよ。社会の皆さん、ちゃんと子育てに参画してくれと。よその子であったとしても、地域で見ろ、みたいなことを相変わらず言ってるわけですよ。何かしたら、自己責任、より拡大させようっていうだけの話なんですね。あまりにもひどいと。今からでも遅くないと思うんです。 将来不安にならないような社会を作っていくためには今しかないと思うんですよね。そこに集中的に投下していくっていうのが私たち令和新査組の政策です。すいません、ありがとうございます。